こんにちは、亀山ライダーです。そこ坂東沢丹田線の起点です。坂東沢丹田線の動画を見てくださった方、ありがとうございました。次はですね、そこ左に分岐がありますよね。であそこを登っていくと林道渦敷線というのに行くんだそうです。ですね、笛吹くと書いて渦敷って読むんだと思います、多分ですけれどね。はい、これ調べた時に読めねえなーって思って、渦敷って出てきたんで、多分渦敷っていう読み方でいいんだと思うんですけれど、もうすぐそこなんで、行ってみようと思います。それじゃあ出発します。こっちからも普通に行けるみたいなんで、入り口どうなんのかちょっと分かんないですけれど、あ、これ違う、これ人んちだこれ人んちに行っちゃうな。あかんあかん、私有地に入っちゃう。ここ曲がるってさ、これ大丈夫か。おお、登れた。あ、それかな。まあちょっとショートカットだったっていうことよね。これですか。農道渦敷線、農道と林道って違うよな。まあでもなんか林道情報にこれ載ってたんだよな。これもしかしたらじゃあ舗装かもしれないですね、最後まで。ちょっとじゃあ一応トリップを戻しの動画つけので、林道だか農道だか分かりませんが、渦敷線行ってみます。お、滝みたいになってるけれど、あれ砂防ダムって言うんですって。すっげえ急だなこれ。あ、こけてるこけてるこけてるじゃねえや、苔が生えてる。なんか苔怖いんだよななんか止まったら足届かなそうな、そんくらいの急な坂ですね。どっちだどっちだどっちだ、これどっちだ。これは右側、多分また人んちだよな。はい、まっすぐ行きます。あ、渦敷線書いてありますね。ここから林道じゃん。分かりにくいな、もう本当。はい、じゃあこっからちょっとトリップ戻して、今までのところは 300m でした。はい、もう一度スタートです。はい、林道渦敷線行ってみます。舗装されてる。これ最後まで舗装なのかもしれないよね。いや暗いわ、すげえ暗いんだけれど。まだ3時ですよ。曇りってのもありますけれど、真っ暗だよ。トラックがあるんだよな。人っ気のある林道っすね。まだまだ舗装されてます。急坂ですが、竹の林、ちょっと新しいねこれ。お、ん、あ、ここダートだな。はい、ダートです。お、ここ結構いい眺め。その車はあれか、なんか寮の人のやつじゃねえかさっきいたもんね。狭いなこれ、狭いし暗いし、ちょっとおっかないねこの道。うわ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 、結構柔らかい柔らかい。ん、なんかそこ緑いっぱいだけれど、そこで終了かな。いや、まだあるな、まだいけるぞ、まだ大丈夫だけど。うわ、すんごい水、狭いわここ本当。まあ、さっきまでの道が良かったってのもあるけれど、まだいけるけれど。うわ、そこにも車がある。あ、ここで終点ですね。はい、終点です。これやっぱ寮の人たちだよな。あんまりいい林道じゃなかったねここは。もうちょっと1枚だけ写真撮っておきましょう。林道渦敷線の終点です。おかしいよなこれ。なんでなんでなんでだよ。まあいいや、ちょっと。マフラーの風圧ねこれ。うん、そうだね、マフラーを塞ぐと跳ねなくなる。もうびっくりしたわ、ほんと。はい、早く帰りましょう。ここなんか気味の悪いところですね。距離は、1キロでした。はい、戻ります。ここの暗さが怖いよな、ほんとな。はい、ということで林道渦敷線でした。短い動画になりそうですけれど、ちょっと林道単位で動画を分けたいと思ってますんで、はい、この動画はここで終わります。よかったら次の動画も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。亀馬ライダーでした。バイバイ。